こんにちは。本日なんですけどね、今日はポケモンカード開封をねやっていきたいなと思います。で、今回開封するパックはねこちらです。これね、まず、こちらポケモンカードのプロモカードパック第3弾が7パック、そして公認自主イベントトレーナーズパック、これ非売品で1つがあります。そして、黒煙の支配者が2パックで、そしてねメインはこちらですね、ポケモンカードレイジングサーフが全部で12パックあるんで、今からねこれをちょっと開封していきたいなと思います。まあ、ちなみにねここにあるのは全部ねあのカードショップ の, あのカード大会に参加してもらったその上位入賞の景品とか、まあ、あの参加賞とかということでね、あの今からちょっとだけ溜まったんで開封していきたいなと思います。じゃあ早速ね開けていきましょう。まあ順番としてはまあレンジングサーブが一番最後ということで、まずは一回これちょっといきましょうか。これ何なんかな、ちょっといきます。ほっ、これ何、非売品。ほっ、おお、クラッシュハンマー、どうなんですか、いいのかなこれは。じゃあちょっとあの今からねこれ第3弾のやつを開けていきましょう。これね月明かりの丘っていうね、まあ、あの結構2000円ぐらいで今カードショップで売ってるね、結構いいカードが入ってるということなんですけど、残念。次、あー、キバニア、残念。ちょっと月明かりの丘来て、ほい、ほっ、あー、サナギラス、そして、あー、キバニア、やばい、月明かりの丘が来ないぞ。残り3パックします。おっ、あー、やばい、マジか。じゃあラスト1つ、おっ、果たして月明かりをどこは来るんでしょうか。あー、スコビアン、残念。ちょっと残念ながらね月明かりの他は来ませんでした。なんかキバニアがやたらいますね。じゃあ、まあ、まあ運はねあの後半にとっておきましょう。じゃあまず黒煙の支配者、あのね SR のリザードン来て、これもカードショップの参加賞かな、なんかがもらったカードですね。はあ、くそー、リザート。よし、いきます。SR 系。お、あー、マジか。外れ。よし、じゃあ今から、レイジングサーフ行きましょう。国霊がメインですからね。まあまあ。狙いはやっぱりパラソルお姉さんとかチェリちゃんかな。おっ、おっ、光ってるんじゃない、これ。コスコムシ、マイナー、ゴマイソ、あー、イベルタル、残念。まだあるよ。はい、あっ、グライガー、クスネ、鉄砲、ガキガニ、ランタン、残念。よっしゃ、いきます。お、ちょっと待て、チョンチ、アオキ、カラミンゴ、あ、わざましい闇道、そしてズルズキンちゃん。ズルズキンってなんかドキンちゃんみたいな、ね、ちょっと待って、なんか SR 以上欲しい。 SR 来て、本当に治療。マイナーゴースト、おー、ジラーチ、これステラベイルの、これ結構強いんですよね。お、そして、あ、ナットレイの AR、 いいんじゃないこれ、硬いからだ。スピニングに、お、そしてゴージャスマントね。まあまあ AR 一つ出ましたね。ただね、僕 AR じゃないんだよ、シューは。プラスル、これプレイ、クツレクル、あー、元トカゲ、そしてシキミ、畜生、くそー、ちょっと待って、じゃあ、いきます。まあ、今回完全にバラで、バラなんでね。あー、元とかでメディカルエネルギー、残念でした。よし、じゃあ行きます。ちょっと危ない、今ナットレイをハサミで切っちゃうところでしたね。おっ、これプレイ、一つですね。あー、ミミズヘイラッシャー、よし、行くぜー。お、なんか光っとるぞ、タマンタ、カラミンゴ、お、ちょっと待って、光ってる光ってる、テラスタルかなこれは。あー、ガブリア CX か。まあ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 っていう感じなんじゃない。
よし、じゃあ残り4パック来てくれ。お、これまたちょっと光ってる気がする。起きたん、パラソルお姉さんでバチュールで不足の者ね。残り3パックかな。お、ちょっと待て、ちょっと待てよ、光っとるぞ。カラビンゴ、ミッキーワラシ、そして落とし取り EX ね。落とし取り EX 結構強い、強いからね、いいんじゃない。ダンディル、捕まる、チョンチ、あ、メテオ。ラスト1パック、ここで引けば奇跡。ラスト1パックよ。ほい。お、タプラス。あ、ジラーチ。で、あー、残念。はい、ということでね、今日ちょっとカード開封したんですけどね、まあ、正直あんまり当たりはなかったですね。まあ、ただね、ちょっと次回またね、やっていきたいなと思うんで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。他にもね、カード開封やってるんで、ぜひね、見てください。では、SNS、Twitter、Instagram、TikTok の動画下、概要欄にリンクあるんで、フォローお願いします。では、ありがとうございました。バイ。